3つある運動場に振り分けています。組み合わせは毎日変えていて、まるでクラス分けのようです。ボードにチンパンジーたちの名前を貼っています。誰が見てもどこにどのチンパンジーがいるか分かるようにするためです。運動場でのお知らせが来ましたら、チンパンジーを運動場に出します。見たらチンパンジー全部ご飯取られちゃう。
です。